1年前に次男が生まれたんですけど、その時にちょっと育児休暇を取って妻と共にその子供をね、少しの間ですけど、手助けして育てていきたいなと思って、育児休暇を取らせていただきました。はい。で、妻もやっぱり妊娠してる時一人じゃ不安っていうことを言ってたので、すごい心強かったみたいで、エコーの検査がありまして、それ一緒に見ることができて、で自分の子供がお腹にいる時の状態が見れて、すごい感動しましたね。もちろん子供が熱を出してしまった時とか、自分の奥さんとかが迎え行けない時に、まあ、行ったりですとか、病院行ったりとかがちょっと自由にできるような会社になってます。スタッフのフォローもすごく、まあ、みんな優しい人たちなんで、安心して、まあ、家に帰って、子育てに専念できるっていうところが、いいところじゃないかと思います。下の子がまだ低学年で、まあ一人で帰ってきて、まあ、在宅勤務等を利用すれば家でその下の子の帰りを待ってあげられるっていうところが、まあ、大きい利点だなと思って利用したりしました。上の子が中学1年生で、まあ、部活を始めて、夜の練習が7時から練習になってしまうので、帰ってきてすぐご飯を食べさせて、ちょっとゆとりを持って子供をちょっと送り出すことができるので、とても良かったと思います。学校用事等で割と休まなければいけないところとかがあるんですけど、そこら辺は上司もそうですし、先輩たちも割と心よく送り出してくれるっていうところが、とてもありがたく思っております。